え、何飲むって？あ、空だわ。入れないとね、入れないとね。ちょっとね、今横浜駅で頑張って弾いてきましたね。いやー、難しいピアノだったね。とりあえずね、これいいでしょ。これをね、飲みますよ。うわ、左手むず。OK、行くよ、OK、行くよ。映ってる？ OK。ちょっと下手ですね。もういいか。もうちょい行く。はい、下手でした。まあいいや、味はうまいからね。よし、じゃあいただきます。なんかこの間の動画で食レポしろってめっちゃ言われてたから、じゃあ食レポしようか。すごいね、こう口の中で炭酸がこう弾けると同時にこのね、喉越しがねグッときてね。うまい。難しいわ。
んなビールってうまいんだろうね。なんかよくわかんない味なんだけどね。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。来た。はい。来た。撮ってる最中に来ました。来ました。撮ってる最中にね、お姉さんが運んできてくれましたよ。何でしょうか、今日の晩飯は。見てください。ちょっと待って、持つのむずいな。この何ピザだっけ、名前忘れた。なんだっけな、なんかこのねチーズとトマトの、チーズとトマトとバジルかの、なんだっけこれ、ピザか。全部忘れた。チーズと、トマトとバジルのピザです。いいね、いいね。マルゲリータかな、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、ちょっと忘れちゃったけどね。まあよく見る美味しそうなピザですよ。はい、ちょっと食べようよ。っていうのもさ、ね、インスタとかに写真載っけてんだけど、僕結構さカナダいる時にさ、ピザ食べまくってたんですよ、うん、なんかさピザってさ、こっちでいうコンビニぐらいものすごいたくさんさ、こう街中にピザ屋さんがあって、うん、で1ピース200円ぐらいでさこう買えたりするわけですよ。だからこう小腹が減った時とかよくピザをね買って食べてたんだけど、今日さこう横浜に来ると道中でね、横浜に来る道中で、まあ、久々に今日は何ピザ食いてーと思って、終わったら絶対ピザ食べようと思っててね、ということで食べますよ。楽しみ。もう一回見る？もう一回見たいでしょ。てかなんか微妙に映ってないか、もうちょいこうこうした方がいい感じ、もうちょい、あこうだわ、こうだったね。画角がちょっとミスってた。よしこれでいこう。うーわうまそう。とりあえず久々にねちゃんと手消毒してるんでね、はい、手で行かせていただきます。でもねちょっとね猫舌なんよ、ちょっと食べるの怖いんだけど、いただきます。うわ久々のピザ。あなんか落ちちゃった。まあいいや。うまっ、うまっ。うまい。今ピザいいわ、まあ、食レポね、食レポ、うん、なんかねこのトマトの、うん、結構ね酸味があるトマトってれば甘いトマト、ね、甘いトマトとこのモッツァレラチーズかカマンベールチーズかちょっと 何チーズかよくわかんないけど、このチーズのねふわふわっとした、そしてコクがあってうまみが凝縮されたね味がしますね。そして生地もねパリパリしてて美味しい。パリパリなんだけど、うん、しっとりしてて、とりあえずうまいわ。うまいよ。うん、はい、ってことでね、とりあえず今日めちゃめちゃ楽しかったですね。久々にね、あの鍵盤のふにゃふにゃした感じとか、ね、言っちゃ悪いけどちょっとねいい調律がしてあるとは言えない感じだったんですけど、久々になんかザ・ストリートピアノっていう感じのさ、なんていうの、あの使い古されたというかストリートピアノでしかね、あの出会えないようなピアノでね、僕自身も楽しかったです、ね、僕カナダに、住んでた頃にもね、カナダにはたくさんのストリートピアノがあって、カナダのストリートピアノってね鍵盤がなかったりもうね音がね、なんか何の音なのこれみたいな、もう弦が切れちゃってたり、もう結構悲惨な状況のストリートピアノがもう雨風にねさらされてもう普通だったんでね、久々になんかザ・ストリートピアノって感じでね、うん、あれはあれで楽しかったですね。ってことでね、また次回の動画もぜひねチェックして見に来てください。グッドボタンと登録もね、チャンネル登録もぜひね
よろしくお願いします。ということでね、僕はこれいっぱい食べてお腹いっぱいになって今日は幸せな気分で帰りたいと思います。皆さんも1週間お疲れ様でした。じゃあねー、バイバーイ。一応曜日にもバイバーイ。じゃあねー。